った<ー>よろしく頼むぞ。 うるせえやつら本日ワンクール目の最終回っていうのかなまあそういう形になるかと思いますそしてそんな時に限ってね録画がうまくできてなくてまあ今回昼間のねこのサブスクでの解禁待っての撮影という形になってしまったんですけど、えー、リアクション配信の方は浅くなってしまって申し訳ございませんで今回は「と、え、も、ー、ワンクイーンコンテスト」えー、こちらを 学校にいる人気のね女性キャラたちが、まあ、優勝を目指してっていうのかな、まあ、目指してんのかもよく分かんないけど、まあ、挑んでいくよってことででそこの挑むこのコンテストに、まあ、当たるが関わってるっていうのが、まあ、またどうなっていくのかでそもそも、まあ、クイーンコンテストって言ってるけどね、まあ、前回握力系とかやってて。 ま普通にかわいけりゃその人がナンバーワンってわけじゃないわけじゃん。だからこの後のその何て言うのかな戦いの流れまあ、それがどういう何て言うか審査方法というか競技になるのかですよ。で最終的に、まあ、誰が優勝すんのかだよね。まあ、普通に考えればラムちゃんなのかなって思うんだけど、まあ、ラムちゃんを優勝させるとは思えないんだよなアタルとかが介入してくるってなると。 か、一体誰が優勝するのかうんきたうん TQC ね <laughs> いやめっちゃ仕切ってるじゃん誰たかえプロレスリングこういう感じなの知性と胃袋って書いてあんな大食いがあるのかてか知性ってうん いやけど戦ったらね、まあ、みんなそこそこ強いんじゃないああ、ランちゃんはあれかなそうでもないかなうん。磨かれた知性。うん。最終的には戦うって感じ腕力が最後にあったけど。だからトータル総合でみたいな。うん。<laughs> いや、そうだよね。 <laughs> 技術、芸術ってあった。いや、これ <laughs>、ちょっと微妙じゃね切り浴20とかなんないのか。うん、みんなね、お金かかってるからなんだかんだやるんだよな。いや、ラムちゃん、ノリノリだ <laughs>。あ、ランちゃんはうん。 引っ張ってあるって <laughs> 優勝とか考えてないわけだなうん龍之介うんいやーちょっと頑張ってほしいな龍之介一般教養テストこれがああ中身なんだろうな <laughs> これが教養 <laughs> おうん生き物だ いや、けど、当たるとかではないね。当たる外にいるから。なんかこういうの入りたがりそうなもんだけど。うん。えっ誰かいるじゃん。<laughs> 中に、ね。おうん。あ、天ちゃん。ん何を持ってるか。むずっ。あ、スイカだ。 そういうことでいいのうん、合ってんじゃないうん。あ、ピンポン。<laughs> ちょっと待って、これどういうこと <laughs> これが一般教養うん。<laughs> いや、どこが知性なの <laughs> わけわからん。スポンサーうん。 <laughs> 勝ってあこういうの織り交ぜてるからなんか変なことになってんだいやいやいやもう無理くりじゃねこれが一般教養ってうん <laughs> いや知性知性なのかなは <laughs> えバカにしてんの人のこと <laughs> いやこりゃこうなるよね 誰でもでもきんんだろこんなのいやだから下に置いたのつかんじゃないのうんうんうん、うん、そうねいやこうするよねうん、はあ、いやピンポンピンポンっていや簡単すぎない <laughs> また <laughs> 駄菓子だ <laughs> し 何なのこれもう、がっつりこのスポンサーの力が入ってきてるやん。うん。うん。あー当たるのあれか。懐に入ってるのがあるのか。だからこんな。うん。<laughs> いや、直接的すぎだろ。うん。うん。あ,ーあー、ラムちゃんも6点。なんか入ってんだよ。 ああ、飛んで撮ってたのか。あ、で、胃袋いや、これはもう絶対、先生だろ、桜だろ。大食いといえば。<laughs> もういいよ、これ <laughs>。分かったよ。もうほんと、どんだけもらってんだよ、たるうん。いやー、とか言いつつ、食べまくってるね。圧勝じゃない おうん。手加減したところで、4、2、4。いや、ラムちゃんぶっ倒れてる。えへへ !58? <laughs> いや、手加減したんでしょ。え <laughs> やば。おうん。コスチュームチェンジうん。いよいよかバトルかうん。 いや、てか、コスチュームって。うん。腕力。腕力腕相撲かなプロレスってことになんのかうん、選手。ああ、投魂。あ、やっぱプロレスか。いや、猪木じゃん。あ、なんか水着。いいね。<laughs> いいね。 あ、かわいい。かわいい、ランちゃん。もう、この格好でめっちゃかわいいんだけど、中もかわいい。あ、しのぶもいいね。もうみんな、この外のあれは好きだわ。いや、もう、お前の好きとかぶったわ、もう。あかねちゃんだわ。うん。あ、龍之介最後。あ 龍之介はああ、いいね、いいね。龍之介、これ、水着なのかああ <laughs> もう、そんなとこ気にして。うんあ、あこれ、水着だろ下生足だし。うん。トップ。ああ やべえとうとう解禁だよ海の家のためにうん。ええこれじゃないのうん。んあ、晒し晒しなのかえいや、まあ、ちょっとまあわかるけど、ここはさっきの来てよ <laughs> やっぱ やっぱり、あっけどさ、下水着だよちゃんと。いや、なんか新しいな、これ。うん。うん、本気本気。15万だよ。いやー、で、何すんのバトル。うん。うん。いや、これ、あれじゃないいや、ほら、あの、後ろにいるけど。 ランちゃん不利だろう。だよね。こうなりゃ。うん。あ、味方につける的なえあはは,はまさかのあランちゃんって、なんか、なんかあったよね。チュー。うん。この演出、なんかしてんじゃないなんだったっけななんかあったんだよ。 エネルギーかなんか吸ってんだっけあ若さ <laughs> いやけどみんなと注意して <laughs> いいなあうんナムはなえ他の3人はじゃあもう本当によよよかな相手選手 <laughs> えこれでバトルロワイアルじゃないのはぁ、あ、<laughs> いや何何 もう動物いやチューしなきゃよかったじゃんこれなんちゃん大失敗いやてかあんなのと <laughs> いやもう <laughs> そういうことねてかいいのか戦わせていやほら逆効果じゃんもう実質2人でやらないとだよこれ。 こっからの戦い。<laughs> いや、なんであんな大人しくしてんの <laughs> いや、物騒なクマいるけど。いやいや、みんなちょっと元気出して。もう、調子いいな <laughs> うーん。いや、始まっちゃったよ。ああ、もう、ラム頑張れ。 ラムならやれるだろ、電撃で。おうん。<laughs> いやー、みんな高得点。いや、てか、なんであんな判断できる、あの4人。そんなそういうの詳しいんか。あ、やばっ。タフー。<laughs> これは本気じゃねおうん。あ、さすがに。あー。なるほど、なるほど。 リングには、1対1なんだ、常に。おいけるのうん。いや、てか、やれるヘビ。へへ、食べちゃうのあははやばいやばいいやー、巻かれております。触種ではないけどね。うん。いや、いやいや、演出がおかしいぞ、ちょっと。あははは ありがてえナイスボイスんいや激高激高だよエロかあ交代うんいやだからやっぱ中だよねあリング外での <laughs> 当たるいやもうこうなったら何でもありじゃんやば,あ <laughs> やばい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 いいけいけ忍 うん。いや、ゴリラ相手に行けるんか。いやー、無理よねおう。クマ。くくくくくくまさんはしのぐ狙い。あー、多分いつもならあれだけど、もう、ランちゃんのあれで、ね。えめんど面倒くん入ってきちゃうのもうめちゃくちゃじゃん。 男入ってきたら、<laughs> 速攻でうーんしつけえなこのゴリラあやばいやばいやばいやばおうんあらちゃんギリギリいやーもうこれやっぱラム追い上げてきそうだなあ <laughs> そこ <laughs> キス もう座れたことよりそっちがあれなんじゃないダメージでかいんじゃないうん。ああパパ入れたね。いや、いけいけ。うん。いやあ、こっから思いがきてきそう。えダメああ、やっぱみんな弱ってんだなあ。うーん、頑張って。うーん、15万、15万。 あ、抑えられてる <laughs>。いや、なんでこんな頭いいの <laughs> あーナイス。いや、地味にラムちゃん稼いでるな、点数、これ。<laughs> 悪いやつ。あはダメだ。逃げれない。ああ、もうみんなそれぞれ、ラムちゃんだけ頑張っております。<laughs> 他大ピンチ。いやー、君、君ね、もうライオンとチューしちゃえばいいじゃん。 いや、それだよ、ほら。ねえ。<laughs> わわわわわわ。なんでそんな技使えんのあ、ああ、そういう手があったか。うん。あ、ああ、戻してる。い <laughs> やいやいやいや、これ違うだろ。なんで点が。ああ、ケロ。きた。 <laughs> すごすぎる <laughs>。すごすぎるって。みんなの全部言ったのかおうん。ああ、それぞれに。もう一回チューしてもらわないとね <laughs>。これ、さっきは油断してたけどお、おああ、手伝うんだ <laughs>。いや、チューの仕方よ。え、ああ、ちょっと。あ、けど下で、うん。 いけ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 。返せば忍が持ち上げてくれんじゃね ?OK! <laughs> やば<っぱ>。<laughs> いやあなたすごいよ。地球人なのに。なんで泣いてんのよ。<laughs> やべ<え> <laughs> 余計な一言,言言うから。金太郎とか。あっ、起きた。で、 の之介くんもキスされたんじゃない今のおおナイスコンビうんいいねあ <laughs> まだできてないのか <laughs> もう別の競技になってるここだけ <laughs> いやーラムちゃんも細かく頑張ってんだけどなーああえどこ行くの逃げちゃうの あパ,パ, <laughs> パパすごいね指でうーんいやそこよ <laughs> いやそりゃそうでしょパパは <laughs> あ決まるかえあーファンクラブの皆さんえあーヘビあ <laughs> そういう使い方か 女の子を蹴散らすんじゃなくうーんいいね <laughs> いや確かに <laughs> いやーけど燃えてきたね <laughs> ドど根性ど根性 <laughs> いやー復活したよこれでみんな <laughs> いやもうこうなると決まるだろう <laughs> いや、てんちゃん、てんちゃんじゃない <laughs>。ランちゃんもなんで <laughs> ああ、おしまいだ。勝ったね。んー、まとめて。え ?4? ああ、10カウントなんだ。オッケーいや、あとはこれで誰が誰だろううん。ん うん、え <laughs> ちょっと誰がなるか楽しみにしてたのにそこもあれか賄賂みたいな,う,なんだうんんだうん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 えあそういうこと <laughs> <laughs> おいいやけどじゃああれみんなで分ければいいんじゃない一人3万でさうんえミラーボールあっくす玉え現金じゃなくて商品うんてか最初からこのつもりだったんだねあんだけいっぱいあるってことは。 は何あ流れた歌 <laughs> いや、タイヤ来たよ <laughs> い。いやいやいやタイヤ来ていや、流れてる流れてる往年の名曲があーこれ最後だから、みんな出てくるパターンかな今回の。第一ルで出てきた子。メインの。 あー、まあ、もうここはね。おうん。<laughs> たくましい。あまた出てきた。この3人組。また <laughs> いや、もう2回目じゃん。<laughs> いや、下にいますよ。ああ、懐かしい。クラマー。うん。ははは。 めっちゃくちゃ。いや、これよな。これぞルーミックワールドだわ。データ、結局、アタルが一番稼いでんだね、これ。いや、いくらもらってんだ、あいつ。めっちゃあるね。ほうん。あっちょ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 。やば。あっチューチューなのああ。違った。違ったか。 チューしちゃっったた、のかと思った今しちゃえばいいのにーうんうんあーダーリンのクイーンおははは。もうめっちゃいいとこだったのにーいやけどこの感じよなやっぱり いや、これが正解だわ。いや、これが見たかったやつだよ。最高です。いやー。いや、終わりっぽい感じだったね。ここで一区切りっていう感じのエピソードだったわ。特に最後の方でね、あの、聞いたことのある曲も流れ、からのみんな出てきてのドタバタよ。で、治癒できないっていうね。 いやランマとかでもそうだったけどな何かいいとこまで行くと絶対にね周りのサブキャラ出てきちゃうんだよね <laughs> いや結局これほんと当たるの独人勝ちじゃん唯一現金もらっててあと全部物品というか <laughs> あんなタイヤきもらっても <laughs> しかも最初からねあのくす玉みたいなのミラーボールみたいなのがさ5個あって 団体優勝にする気あったよね。あの、計算ができてないとか言ってたけどさ。なんだかんだつ、あれだよね。一山文つけてそういう形にするつもりだったんだろうな。いやー、なんちゃんがなー、なんちゃんが最初にあんなキスしなきゃなー、もっと早く決まってたんだろうけどね。いやー、こっから、だからもう一個、別作品挟んだ後に、 3ヶ月後にまたやるって感じなのかな第2クールとして。 引き続きそちらもね、またどうなっていくのか楽しみにしたいなというふうに思います。はいというわけでね、えー、今回第1クールの方うるせえ奴らリアクションさせていただいたんですが、えー、皆さんのね、この作品に対する感想と僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。えー、また動画の高評価、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。以上動画を突破お送りしました。えー、また4月からのね、新アニメのリアクションでお会いしましょう。バイバイ。